ボルイースピリは、ウクライナ、キエフ州東部における都市、キエフ州、ボルイースピリ地区の中心、キエフの南東に位置する。ウクライナ国内で最大の国際空港である、ボルイースピリ国際空港の所在地、ボルイースピリの歴史は11世紀に遡る。当時この地名は、レート地、リ島、オル島と呼ばれ、キエフルー市に属し、1015年に、西栄、 ボルイス公が暗殺された場所として、ルーシュ年代記に登場する。さらに、年代記の1154年上にはこの地名は、レート地上として見え、13世紀のモンモル帝国の侵略によって全滅される。それ以後、ボルイスピリの地域はリトアニア大公国並びに、ポーランドリトアニア共和国の領土となる。16世紀前半に、当地は、 キエフのアレチムイクイーリシクイー修道院の所有地となり、初めてボルイースピリと呼ばれるようになる。1590年の資料ではボルイースピリ町という地名が見え、コサックの僧侶ボーイテフチョのビーチクイの支配下に置かれている。1596年にポーランド王ジグムント3世はボルイースピリ王領とし、後に自治権を与える。17世紀に ボルイースピリは、貴族のジョルケブスキー家の所有長となって、ウクライナの大きな都市の一つとして発展していく。1648年から1657年の間にフメリニツキーの乱が勃発すると、ボルイースピリはコサック国家、ペラヤースラウ連帯の百人隊地区の都市となる。1802年にボルイースピリ町は、ロシア帝国のポルタバ県ペラヤースラウ郡ボルイースピリ。 座トの中心となる。さらに1956年からウクライナソビエト社会主義共和国のボルイースピリチックの中心都市を経て1994年にウクライナのキエフ州特別都市となる。ありがとうございます。